道に気をつけろ。どうも、夜道ゆきです。今日は、私一人暮らしを始めたこともあり、料理がすごく苦手なんですよね。料理の経験が全くなくて、お母さんがいたらできるんですけど、ちょっと私一人で料理することが不可能すぎて、今回の企画なんですけど、何もレシピを見ずにオムライスを作ってみよう。材料はもう買ってきました。じゃん。材料も何があったのか思い出しながらなんで、合ってるかどうかわかんないんですけど、使うかなって思うようなものを買ってきました。で、オムライスはもうこれがなきゃ始まらない。卵、砂糖のご飯、ケチャップ、トマト、ピザソース、牛乳、ロース薄切り、雪国舞茸、カーネルコーン、玉ねぎ、塩コショウです。これでレシピを見ないで、オムライスをガチで本気で、作ってみます。ちょっと自信があります。それでは作っていきましょう。では作っていきます。オムライスってキノコ入ってなかったっけ？まな板使う？使わなくていいかな。キノコって、キノコってまな板使わなくていいか。キノコはまな板使わなくていいや。待って、何から手つければいいんだろう。いや、私マジで本当料理作らないんで本当に分かんないんですよ。料理の二の字も分かんないから、とりあえず玉ねぎっていきますわ。何これ、玉ねぎってどうやって形にするの？わかんないんだけど、どうやって剥くの？なんか剥いても剥いてもなんか出てこないんだけど、玉ねぎの部分が。てかオムライスって玉ねぎ入ってましたっけ？剥いても剥いても白い部分が出てこない。みんな玉ねぎ剥くときってこんなことしてるのかな。あ、ちょっと見えてきた。おー、玉ねぎっぽくなってきた。なるほどなるほど、こういうことな、こういうことな。オムライスサイズに切る。あ、めっちゃ目痛い。あれ、オムライスに入ってる玉ねぎってどんな形だっけ？どんな形だっけ。食べれれば大丈夫でしょ。あ、めっちゃ目痛い、死んじゃう。いや、もう拷問かってレベルで目痛いんだけど、どうやってみんなこんなことしてるの。玉ねぎこんなもんで足りるでしょ。ちょっと電子レンジに入れます。ほう、ほう、 OK。 2分、玉ねぎ入れていくね。きのこ、カーネルコーン、なんか野菜炒めみたいになってんだけど大丈夫かな。野菜炒めなんだけど、これロース薄切りを入れていく。ほいほいほい。で、トマト、トマトって入れるのかな。トマト、飾り付けに使う。めっちゃ美味しそう。ご飯入れていきます。お嫁に行けないんじゃないってぐらいなんだけど、気にせずケチャップ入れていきます。どのくらいの量入れるんだろう。あ、もう嫌だ。しけしけ、見なかったことにしてください。かたじけない。もっと、ちょっと待って。いや、私これ食べたくないな。あ、ご飯が足りないのかな。ケチャップが足りないな、きっと。あれ、私牛乳使ってない。あれ、牛乳っていつ使うんだっけ。野菜に入れる。あ、違う、卵に入れようとしたんだ。あ、そう、びっくりした、焦ったグロ。私今なんか多分地球上で一番グロテックスなオムライスを作ってると思う。でもちょっと いいのかもしれない、これはこれで。いや、ありあり、絶対あり。皿に乗せる。食材に謝った方がいいレベルかもしれない、マジで。ってことで、中身が完成したと思う。大丈夫なはず。次は上にかぶせる卵を作っていきます。綺麗にしました。ってことで、上に乗っけるやつを作っていきます。作り方が分かんないけど、何個あれば足りると思いますか。もうこれ全部にくるむわけじゃないから。なんか染みたくなってきた。卵はもう溶いてから入れるんだよね、きっと。うわ、殻入っちゃった。いや、また殻入っちゃった。もう何なの、本当に。混ぜまーす。で、牛乳を入れる。卵を作っていきます。あ、でもこんな感じじゃない、こんな感じじゃない。じゃあ入れていきます。いいんじゃない。はい、OK。 オムライスでしょ。どこをどう見ても地獄。じゃあ名前でも書いていきましょうかね。名前どうしよう。じゃあ ゆきって書いていきます。はい、できた。トマトは使わなかった、塩コショウも使わなかった。完成。バーイ。いかが。早速食べてみたいと思います。では食べていきます。実食。絶対まずいと思う。いただきます。
え、でもちゃんとオムライスの気が出る。卵のおかげで米の割合がすごく少ない。まあ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 、うんうん、うん、美味しいと思う。お腹空いてるからなのかな。ごちそうさまでした。普通に美味しく食べれました。まあ、私昨日カレー食べたきり今日の夜までずっと何も食べてなかったんで、まあ、お腹が空いてたから美味しかったのかもしれないんですけど、でも普通に美味しく食べれました。具沢山で普通のオムライスとはちょっと違う感じでした。これから私に食ってほしい料理とか、今回のオムライスに必要なものとかいらないものとかありましたら、ぜひコメントいただければなと思います。それではよみちゆきでした。